いや、やばい、やばいですよ。だって、はい、サッカーしかしてこなくて、もう26で仮に首切られるかなんか、まあ、怪我が引退かでしたとして、うん、もう、その後の人生、今、あと6、まあ、何もなければ6、70年あと生きていくわけじゃないですか。はい、でも、ほんまね、マジ俺サッカーしかしてこへんかったよっていう人がほとんどなんで、うんうん、そっからね、いろんなことをゼロから勉強してもね、サッカー教えること以外何もできなくてみんな、うんうん。